ファイヤータブレットで液体を検出したというアラートが表示された場合、接続されているすべての電源ケーブルまたは端末をすぐに取り外します。端末のポート側を下にして持ちます。タブレットを約5秒間またはポート内に液体が見えなくなるまで軽く振ります。端末を平らな場所に置き、最長48時間完全に乾かします。水分検出アイコンが消えたら端末を充電できます。